共通点クイズ第2問。第2問。タッチャンとマリンは下の名前の文字数が同じである。多分そうやと思う。はい、答えは家でした。あー、そっか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 、さっちゃんはさっちゃんだったわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい、さあ今回はハートマークがあるのか。うわー、なーいねないね。じゃあとりあえずこの唯一の友達マーク、まあ怒ってるミクタン怒ってる。入るよ入るよ。どうした、誰と喧嘩した？めっちゃ怒っとるやん。いやでも思うけど、本当に怒っとる時にそんな言葉でんけどね。モカタンと喧嘩しました、仲直りしよう。よし、じゃあじゃあゼリーで。はい、さっぱりさっぱり。どうすか、美味しかったようです。お、一発で収まってやん。やったね。やったね。いってらっしゃいまし。ちゃんと仲直りしてね。さあ、どうだろうか。仲直りできるかな？原因がわからんけど、きっとクマちゃんであろう。どうすか、どうすか。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった、ダメかと思ったよ。うまくいきました、やったね。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれをあげます。なになに。実用品 AR カメラをもらいました、ありがとう。アサミの前にも親友はいたけど、アサミが一番です。アサミさんの前の親友って誰？誰？わかんない。最高に楽しいてっちゃんあたりがちょっと親友だったんじゃないだろうか。ちょ、いまいち把握できてないけど。はい、それじゃあ。あとは遊びたい。遊びたいこの3名ほど。はい、りゅうたくん入るよ。お邪魔します。遊ぼう、遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。うん、これ強いけんね、最近私。よし、行くぜ、ハッキョイ。残った、残った、残った、残った。押し出せ、押し出せ、押し出せ、押し出せ。あ、何気に倒え、耐える、耐える、耐える。いけ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 。おおー、やったね。やったね。大人げない。どっちが大人かちょっとわからんけんね。はい、ありがとう。一つだけあげます。よし。それ選んでください。じゃあ、中くらいで。お宝ブーブークッションをもらいました。ありがとう。ありがたいかどうかはわからんけど。目を閉じると、昔のことも思い出します。どうした？いつのこと昔って。はい、ビーフシチューでもどうぞ。でも未だにさ、こう寝うるときにさ、夢で小学校の頃の夢とか見るもんね。ちょっとびっくりするよね。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった、レベルアップ。でもやっぱり小中学生の頃の友達とかが夢にめっちゃ出てくるけん、やっぱそう考えたら、こう義務教育の間の人間関係とかがすごい、なんていうん、印象に残っとんやろうなって思う。うんうんうん。いまだん仲いいもんね。道具、テニスラケットをプレゼントしました。ほい、それじゃあ。ん？遊びたい人多分増えたな。ミカちゃん入るよ。どうもどうも。遊んでください。遊ぼう、遊ぼう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな？はい、スタートー。そっか、一人だ。いつもこれ最初ね、待ってしまうよね。かぁ、あずちゃん。お、やったー。やったー、当たったー。めっちゃ嬉しい。納豆です。納豆出てないよね。
え、出た。ちょっと待って、あずちゃんこれ隣や、隣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 、はい、K。あずです、隣。オッケー。ドリアンです。ドリアン上下。4000MAX。お、出てない。おっしゃ、来たー。あれ、納豆もしかして K さんの隣やったかな。あ、出てたわ。出てたわ。はい、オッケー。ま、でも、3回間違えちゃったな。思ったより間違えてるな。辛い。ありがとう。一つだけあげます。それが選んでください。じゃあ、一番大きいので。お宝、盆栽をもらいました。ありがとう。この髪型、飽きてきました。マジで。あれ、イメチェン、イメチェン。いや、床屋さんが欲しいね。髪型も変えたいやん、みーたちの。ガラッと変わりそう。はい、で、翔太くん入るよ。翔太くんそんな帽子かぶっとったんやったっけ？私、あげたんこの前に。遊ぼう、遊ぼう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。モザイククイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？タコ。答えはタコの足。タコでした。第2問。これは何でしょう？失敗した料理だね。このカラフルな感じ。最終問題。これは何でしょう？金のイヤリングかな。多分お、合ってる。やったね。やったね。まあ、私基本的にね、ゴールドアクセよりシルバーアクセの方が好きやけん。ゴールド系やったらピンクゴールドが可愛いなって思う。アクセサリー。それじゃあ一番小さいので。お宝、銀のブレスレットをもらいました。シルバーアクセやん。やったね。言ったそばから。今日は僕の誕生日。お、マジで？翔太くん、誕生日？ってことは今日のミーニュースはそれで決まりやね。はい、カップラーメンでもどうぞ。いただきます。ほいほい。これって一日に一回もミーニュースを開いてなかったら一番最初のミーニュースはその人の誕生日って決まっとんかな？被ってない場合、他の人と。ね、そういうね、ちょっとよくわからないところがいっぱいあるんよね。めっちゃギター弾いてる。はい、それじゃあ。リクくん入るよー。アユナのそっくりさんと遊びたいです。お、遊ぼう、遊ぼう。クイーンと親友なんやね。何気にね、みんななんか親友おるよね。食べ物お宝、シルエットクイズ、シルエットで表示されたものは何なのか。お、またしても食べ物や。シルエットクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？おう、ヘチマスポンジなの？答えは、でも、消去法的に。あ、なるほど、そういう角度ね。第2問。で、これは何でしょう？おにぎり。答えは、なんか、おにぎりとかおむすびとか言い方いろいろあるけど、おむすびって言わんねよね、全然。どこのでもおにぎりって言ってしまう。これは何でしょう？なにこれ。梅干しホットドッグ。答えは、ホットドッグ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。じゃあ、それが選んでください。一番小さいので。お宝、コルクの蓋をもらいました。ありがとう。真ん中が良かったな。真珠のブレスレット？違う、ネックレスかな？もらったギターで曲を作っています。お、いいね、いいね。完成したら一番に聴いてくださいね。それはもうぜひ。あとライブハウスやしね。はい、それじゃあ、梅干し、どう？美味しいけど。いただきます。ほいほい。私全然単体でも余裕で食べるよ、梅干し。へえ、あんまり美味しくなかった、マジで。美味しいって、梅干し美味しいよ。お、そして、アイナちゃん。入るよ。遊びましょう。遊ぼう。共通点クイズ。二人のみの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ、第1問。第1問。で、ペットミラは友達である。え、違うんじゃないかな、多分。答えは。
家でした。ですよね。ですよね。第2問。で、で、アッタンとマリンは、下の名前の文字数が同じである。多分、そうやと思う。はい。答えは、家でした。あー、そっか。さっちゃんはさっちゃんだったわ。なんかね、いろんなアカウントの名前がごっちゃになるよね。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。そうか、ともこれではさっちゃんはさっちゃんなんだな。そう言って、昔は結構、やんちゃしてました。マジで、清楚系に見えるよ、めっちゃ。普通になんかね、純粋無垢って感じな気がするけど、アイヌちゃん。やんちゃだったのか。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあみんな、じゃんじゃん入れてってね。入れてって。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。はい、そしてひるいち、今日はお、いいね、ファージャケットドレス、ピンクのやつめっちゃ可愛い。この組み合わせいいね、色の組み合わせ好き。はい、そしてミーニュース見てこう。こんにちは、お願いします。お、来た来た、翔太さん誕生日、さっき酔ったもんね、翔太くん。ほいほい、いいね、みんな集まってるね。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアショルター、ハッピーバースデーツーユー。いいね、おめでとう。おめでとう。ありがとう。ふぅ。わしの身に聞きました。はいはい。まあ、誰にでも、一年に一回は来る日だけど。いやまあね、そうなんやけどね。それが、それが今日なのだよ。はい。今日のニュース。誕生日とはそういうものだけど、おめでたいじゃないか。ね。ね。はい、ということで、今回また、歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、その歌を紹介していきたいと思います。今回はね、グループの歌なんだけれども、今のお達也さんが送ってきてくれた、偉人日本。これをね、お送りしていきたいと思います。時をかける一族。これ一応一族ってことやから、家族で出演してもらうってことで、まあ、でも、二つの家族やな。いいね。いいね。この、ケンくん、リンちゃん夫婦と、まあ、後ろにおった、リローくん。この三人の家族と、まあ、アユナと赤花さん夫婦。この二つの家族で、時をかける一族。いや、いつもなんかね、ネーミングセンスがすごいなと思うよね、ひまのおさん。さすがすぎる。はい、それじゃあ、お、特にさっきから増えてないんやな。はい、じゃあ、のやりちゃん入るよ。さっきの歌はなんか、いろいろと、ね、応用して、歴史を学ぶ歌にできそうな気がするけど。はい、遊ぼう。また一人で合わせ、ちょっとみんな、一緒にやろうよ。一緒にやろう。お、やった、一発で。これは嬉しいやつ。やっぱさすがにそこは揃ってないか。え、でも縦はちょっと、おぉ縦の可能性はあると思ったらやっぱ、え、待って、めっちゃ揃っとるやん。やばくないこれ。え、やばい。これ、上下左右で揃いすぎやろ。あ、ここは違ったか。最後の最後はさすがに違うね。そう。いやでもめっちゃ揃っとる、めっちゃ揃っとる。そういうの多いもんね、このともこれのやつ。おめでとうございます。ありがとう。失
つだけあげます。それか選んでください。中くらいで。お宝ダンベルをもらいました。ありがとう。チューリップが良かったかな。いや、ガラス細工の方がいいね。頼りないとか言ってあげないでよ。頑張ってるんだよ、ノア君だって。はい、それじゃあカレーライスでもどうぞ。いただきます。でも確かにね、あったの方がしっかりしそうな気はするけどね。美味しくなかった、マジで。マジで美味しいでしょうよ、カレーだよ。カレー嫌いな人がいるんすか。まあ私甘口しか無理やけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いや、今回は遊びたい人がいっぱいいっぱいいたな。そして頻繁にやってくるこの誕生日、おめでたいです。